い、本気の競輪 TV です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの私あの元 AKB の北原理恵と申しますが、 AKB ってご存知ですか？あ、知ってます。はい。あ、じゃあその中で誰を一番推してました？誰を正解でございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、今日これでまたね、はい、約グランプリ選手8人本当申し訳ない、リエちゃんがファイナルにすいません、ね、もうそんなことは置いときまして、はい、新山選手は今年は競輪グランプリは最後に出場が決まったと思うんですけれども、あのその多分レースを見守ってたと思うんですけど、競輪祭のどんなお気持ちでしたか、決まった時は。まあ嬉しかったのもあったんですけど、やっぱり他人の結果で左右される、まあ、なんか不甲斐なさっていうか、まあ、悔しさもありました。今年1年はこう自身の評価はいかがですか？まあやっぱり最初つまずいた分もありましたし、まあ、今年優勝1回もないので、まあ、グランプリに乗れたっていうのだけは評価できるかなと思います。立川のどうですか、レースは自分の中でなんかこう自信があるなとか相性がいいなみたいなものってあります？今年の記念走った時に決勝まで行けたんですけど、それまでは本当になんかあんまりいいイメージがなかったので、まあ、今年その記念で少しイメージをよくできたっていうのがあるので、まあ、今回またグランプリで優勝していいイメージ作りたいですね。佐藤慎太郎選手との連携はいかがですか？いやもういつも、はい、お世話になってるので、しっかり慎太郎さんのために頑張ります。ちょっと目が今ねかなり力強かったですけどもね、はい、まあでもね、その競輪祭で最後にねしっかりとまたグランプリ出場を決めたことで一番喜んでるのはやっぱ佐藤慎太郎選手だと思うんだよね。そうっすかね、麻酔の後ろが良かったんですけど。それは一緒に連携してるね、やっぱ同地区の、ね、こう若手が、ね、喜んでましたんで。ただやっぱりこのグランプリ、まあ、結構あの短期3人いますし、まあ、ライン的にも2社ですけども、やっぱこう新山選手今年1年、まあ、前取って2周逃げるという形を貫き通しましたけど、そのあたりのこうやっぱこう今回のメンバーでもやっぱこう新山選手がこの勝ち、あの出場したってことにとっても他の選手も結構どういう動きをするかっていうところと多少あると思うんだけども、その貫き通してきたことをこのグランプリでもするのか、そこはまたこう考えてそれなりのレースをしていくのかっていうのはちょっとどうなのかなと思って。まあ、やっぱり今年自分のそのエースを取って突っ張るっていう、うん、あの印象はみんなに植え付けられたと思うので、まあ、それをどううまく今後使っていけるかが、うん、あの今後の課題だと思うので、はい、そこをしっかりうまくやっていきたいと思います。もうたまにはこうまくっていって佐藤慎太郎選手をちぎるっていうのもいいんじゃないかなと思うんだけど、どうだかな、そういうのは。あとがうるさいんです。まあでもどうですか、この立川競輪場またこうバンク回収されてこうちょっと重ためになってるっていうことですけども、新山選手にとってその重ためのバンクっていうのとこう軽めのバンクっていうのの中ではどっちをまあ好んでる？そうですね、やっぱり長い距離もがくことが多いので、まあ、軽い方が嬉しいですけど、うん、まあ、条件はみんな一緒なんで、まあ、そこはあまり考えないようにはしたいと思います。まあ、その長い距離を踏む中で立川は結構直線長いので、その辺のこの4コーナーからゴールまでのやっぱそこら辺のしっかりとした地足を残しておかないといけないと思うんだけど、このメンバーでそういうのはちょっときつい中でも どのあたりでやっぱグランプリでこういつもと違って半周から1周ぐらい遅れてみんな仕掛けてくると思うんで、その辺もやっぱしっかりと考えて。そうですね、うまくあの逆手にとってあのいいところで仕掛ければと思いますね。まあ、今年ね優勝がないと言ってましたけども、最後にグランプリで優勝していい、まあ、締めくくりができればと思ってますので頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。ちなみにどうですか、この1ヶ月練習した感じの体の調子などは？いやもうちょっと今、まあ、現時点ではすごい疲れてるので、あとは、この疲れが抜けた時にしっかり走れるのかどうかをうまく探っていければいいのかなと思います。応援しております。ありがとうございます。